チェックアウトして今日の撮影に向かいたいと思います。今日もめちゃくちゃいい天気です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。昨日パフェ食べてきましたよ。はい、抹茶モンブランですか。抹茶モンブランのパフェにしました。一番高いやつ。可愛いでしょ。可愛かった、うん、もう一瞬でなくなりました。宝山寺です。宝山寺の、まあ、この参道あたりで撮影します。結構渋めの観光地ですね。渋い。カメラマンの吉田さんが写真仲間10人ぐらいで自費出版されているジャパングラフっていう雑誌をいただきました。1年に1冊ぐらいの頻度で都道府県にフォーカスして一冊一件出していると。今どのぐらい出てるんですか。今ね、9号まで出てます、はい、ありがとうございます。これ最新号の石川号です。最新号の石川。今年は青森を制作中、はい、僕の地元の愛知県のやつもあってびっくりなんですけど、これモザイク入れなきゃいけないですかね。 YouTube で大丈夫ですか。こういうお祭りが愛知にあるらしくて僕全然知らなかったんですけど、地元再発見で読ませていただきます、はい、ぜひお願いします。これどこで買えるんですか。これは置いてある書店は限られてますが、ネットでも買えます。あ、はい、東京だと蔦屋とかあるんですか。東京代官山の蔦屋に置いてありますね。よろしくお願いします。僕の来た山のページです、ね、めっちゃ素敵ですね。プロのカメラマンの方がたくさん参加されてるんで写真がやっぱ見応えありますね、はい、表紙が面白いです、ね、表紙面白いですね、うん。こんな気持ちいい青空の下のもとメイクしていただきます。よろしくお願いします。お願いします。これは贅沢ですね。クローブ、スイカ、立派ですね。では撮影開始です。お願いします。綺麗。宝山寺での撮影無事終わりました。10時半です。ちょっと早いですけど今からお昼休憩、その後にまた移動して撮影です。次はどこに行くんでしょうか。楽しみですね。さあ山の上まで来てラッキーガーデンっていうカレー屋さんで今日はランチです。あ、すごっ。あ、全部外の席や。気持ちいい。うわ、看板かわいい。すげえカラフルじゃないですか、これは。うまそう。いや、これはうまそうですね。鮮やか。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。ロケーションも含めるとかなりレベルが高い店ですね。ラッキーガーデンは食べログ情報によると
100名点入ってて 3.66 という高評価点です。奈良市内に移動してきまして、西村亭っていう一軒家のホテルで撮影です。すごい、現場に向かっている途中に激渋の銭湯がありました。ここの、わかるかな、この看板の曲がり具合いいですね。よく来られてるんですか？ああ、いいですね、今日気持ちいいですね。暑いですからね。そこの銭湯のすぐ向かいに西村亭、今日のロケ地。おしゃれだな、これまた。うわ、綺麗。町屋作りの奈良ならでは。素敵です。撮影どんな感じ？いい感じでしたね。今日最高でした。あ、よかったです。最高の最高でした奈良公園周辺に移動してきました。今からですね、新しくできた中川正一商店本店、オープン14日でしたっけ、4月の14日オープンなので、あと3日後。お、ここですね。お邪魔します。オープン前のこの新しい施設に、わー、すごい、お祝いのお花がすごい並んでます。お邪魔します。そうなってます。わ、広い、広いです。この柄が中川正七オリジナルの柄デザインで、いろんなグッズを作っていると。それでこれ乗れるんですか？これ乗れる。あ、この奥もこの柄で、へえ、本当だ。僕がモデルやらせていただいてる一着シリーズコーナー、お邪魔してます。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。無事2日間の撮影終了です。今日撮った写真は、まあ、5月に出るらしいので結構すぐですね、上がりが楽しみです。ということで、あ、鹿だ。やっほーじゃあまた近々奈良来ると思うんで、はい、そんな感じで終わります。ありがとうございました。